もしもし。なあ、これから出てこれないか。防波堤のとこ。急で悪いけど、あんまり時間がないんだ。話がある。じゃあ、待ってる。ごめん、急に呼び出して。俺さ、戻ることにしたよ、家に、親のところに。ああ、遠いよ、ここからは。だからさっき、ちょっと早めに卒業証書もらってきたんだ。向こうで浪人して、親が勧める大学に行くよ。ああ、もともと無理だったんだ。これ以上ダダこねても、みっともないだけだ。意地張ってただけだよ。一人じゃ何もできない子供のくせに。そろそろ、大人にならなきゃ。じゃあ俺らしいってどんなだ。お前は俺の何を知ってる。そっちが嘘だとしたら、学校の俺が本当で、お前と過ごしてた俺が全部嘘かもしれない。ああ、ひどいもんだろ。だから忘れてほしい。サンゴ礁のことも、俺のことも。頼むよ、耐えられないんだ！これ以上、情けない俺を、お前に見られるのは、人魚と若者はさ、出会うべきじゃなかったんだ。そうすれば、悲しい物語なんてなくて済んだんだ。さよなら。